そめんクラブ。みなさん、 SNS 見て仕事届いたって伝わってます。ありがとう。誰かが悪すると思ってたらそっちか。うん、なんかさっき見とって、うん、なんかさ、手書きやん全部、うん、その感想とかも書いてくれてる人おったから、なんかちょっとありがとう。青はね、イラストが好評ですから、すごく、うん、全部種類違う。うん、すごい、あれすごかったな。そんなよう思いつくなと思ったもん。でも途中ちょっとってなったから、桃太郎とか、うん、かぐや姫とかのしたそうこれ言っていいか分からないけど、一個ティンカーベルみたいな、はい、なんかツイートみたいけど、はい、ありました。ティンカーベル、青がティンカーベルになってた。はい、失礼します。キラキラしてたよ。はい、ラスコール今、はい、かわいかった。そうでございます。はい、まあ、それぞれ個性ありますからね。グレタンは一言バシって感じやし、うん、しかもさ、一個さ、めっちゃおもろい動画あってさ、うん、多分ピンク様推しの方がこうなんか動画撮ってくれとって、はい、こうなんか多分こうたくさん頼んでくださってて、あ、はい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 、なんか見ました。やっぱ後ろのやつこういろいろ書いてるやん、うん、読めない読めない読めないけどいいみたいな感じ。いやいやいや、めっちゃおもろくて、そうやね、なんかほとんど読めてないよあれも、うん、もうなんかもうぐちゃぐちゃの絵みたいなするやん俺。俺が字汚いのか凝りすぎて見えないのかもう分からんけど、めっちゃ面白くて、その動画めっちゃ笑った。あれ面白かったな。読まれへんかったらしいで。いやでも嬉しいわ。そんだけ読めないって言ってもらえて俺は嬉しいですよ。そうか、はいはい、キイちゃんはでも守護キーと一緒に撮れる、あ、そう、うん、縦画面じゃないや、縦用紙って言ったらいいの、うん、紙を縦にしてるな。そう、縦にして、で私の想定ではさ、こうみんな結構さ、守護キーのさ、うん、ボールチェーン、はい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 、外して置いてくれてるから右上が開いちゃってんねんけど、うん、私はあれをつけたままその上に置いて書いたから、うんうん、そう右の、はいはい、そうチェーンがこうなんていうの、はみ出るところ開いちゃってるんですけど、はいはいはい、まあ、よかったら外さずにそう写真撮ってくれたら嬉しいなって思います。嬉しいです。嬉しいです。えらい雑やな。いつも通り。いつも通り？暑いから。腹痛い。やばいや。もう終わる？子供すぎやろ。お腹空いて元気出えへんって。腹減った。やばいって。いけますか？あと何十分か撮りますけど。何十分か、まあそれは大丈夫。いつも通りやこれは。いつも通りよ。うん、はい。行こう。では次に行きたいと思います。はい。では今週募集していた、タイトルといいますかテーマは、はい、七夕にちなんだ奇跡のエピソードということで、はい、本日7月7日七夕でございます。こんにちは。はい、でこの、まあ、願い事を本当はね唱えるといいますか思う日なんですけれども、うん、まあ願い事でもよかったけど、まあ、男子陣が奇跡のエピソードっていうことで決めてくれてたので、はい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 、奇跡のエピソードを募集いたします。七夕ってあれやんな、なんかそのなんか女の人と男の人がなんか会いましたみたいなやつやんな、その Tinder みたいなノリなえ、ちゃいましたっけ、なんかマッチしましたみたいな。あれや、織姫彦星。それ1年に一度しかこの時期にしか会えない、それで、うん、日やね、だマッチしましたって感じですね、うん、しかも雨じゃないやろ、ね、珍しくない、そう毎年雨、梅雨やしな、この時期はな、うん、だから今日は会える。逆に会えてないんじゃ、ね、なんで、え、いや雨で会えてるから、え、逆やろ、雨やから会われへんな、いやもういつも雨やん、逆に言うと、うんうん、いやもう雨攻略してると思うね、もうそろそろ、うんうん、なるほどね、まあ、雨慣れしてると思うから、で晴れてきよったか、私は雨待って晴れてるやん、まあ、どうしようみたいな、いやったあったん、普通に歩けばいいだけやろ。え、織星彦星やったっけ、織星彦星はもう星星やな。何だっけ、織星、織、何だっけ、織姫、織姫か、織姫彦星、熱中症にはだけはならないように水分補給しっかりとお願いいたします。ということで、本日8時30分を過ぎました。イソメン日本、イソメン日本イソメン日本、うん、わかんやつ、はい、奇跡の話いきましょう。それお便りの方は届いてますでしょうか。届いておりますよ、たくさん。ちょっと今日それでいきたいの俺。あ、いいよ、うん、誰から読む、誰からいきますか。私これめっちゃ自分と似たエピソード
の子がいて、七子部員さんなんやけど、七子って名前がないってこと？七子さん、名前が七子さん、うん、名前が七子さん、七子部員さん、はい。受験の時教室が分からなくて話しかけて教えてくれた子がいたんですが、まさかの入学したらその子と同じクラスでした、はい、1ヶ月くらい気づかなかったけどこの間気づいて奇跡かなってなりました。私にとってはイソメンクラブの皆さんと同じ地球上にいることが奇跡です。おお、嬉しい。地球上か分からへんで宇宙にいるかもしれへんって。かもしれへん。確かにどこにおるか分からん。俺らどっちかというと織姫飛行士側におるかもしれない空、空におるパターンのやつ。それはで私本当にこれと似たよ、なんか似てはないというか、このほうほうほう、なんていうの、偶然同じで奇跡かなって思った体験があって、うん、小学校、まあ地球上になるんですけど、まあ、あれ地球観さんと小学校、まあ、はい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 。でもあの海の中とか川の中、メダカの学校とかあるか、あるか、そうかそうかそうか。小学校の時に通ってたスクールがあって、うん、はいはいはい、まあそこで一緒に頑張ってたお友達がいたんですよ、うん、かわいいなお友達で中学になってスクールが変わったんですね私、はい、うん、で行ったらたまたまその子がいて、ほう、その子も同じ時期に違うスクールの同じスクールに入ってたんですよ。うん、今の日本語 OK？ うん、まあ、ギリお腹すきすぎちゃう、ね、もう焦点合ってないだから自分が中学の時に転入した学校というか、はいはいはい、あの違うスクールに行ったところにその子も同じタイミングでえそのスクールに変えてん、うん、それ知らんかったの？え、そう、すごいな、みたいな、うん、なってで、まあ、中学時代一緒に頑張ってたわけですよ、うん、そのスクールで、はい、で高校は、まあ、スクールとか関係なく高校学校っていう高等学校に行くじゃないですか皆様、うん、あの普通に学生としてね、はいはいはい、ね、人間としたら、ね、人間だとしたらね、うん、ややこしい、人間だとしたら行くじゃないですか、はいはいはい、じゃあその子もいて、えストーカーなんじゃいや、お互い自分のことあんま言わへんタイプ、はい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 、プライベートのことはどうするとか、うんうんうん、全部言ったらおるからみたいな、すごいの、確かにそういうなんかつながり系の奇跡は確かにあるかも ね、うん、よね、うん、なんか何の運命なんかなって思うけど、あるわ、あるでしょ、なんかそういう時すごい奇跡やなって思わへん、うん、この子のエピソード見て、あ、確かに奇跡やな、それもって思って思い出したんですけど、出会い系ねアプリに Tinder 今日はそれを言いたい日なのね、理解理解、僕カップル系かもしれない何それよく YouTube の広告流れてくるやつやカップルやろはい、ということでしたので、いやいや、まあ、そういう同じような奇跡の体験があったので選ばせてもらいました。すごいな、うん、すごい、うん、他はあった？なんか奇跡の体験ありますよ。何？僕いいですか？うん、ラジオネームいおりさんからです。いおり？はい、いおりさんありがとうございます。奇跡のエピソードと言っていいのかよくわからないですが、七夕は私の父親の誕生日で、今年で50になります。おめでとうございます。おめでとうございます。今までこんなに元気で生きてくれていることが何よりの奇跡だと思っております。これからも元気でいてほしいですということで、ラジオネームいおりさんからでございました。 EV じゃないや、いい日、はい、ね、ポストカード500円分をお送りしたいと思います。すいません、何としたらチャリンちゃんそれということで、すごいな、うん、でも確かにこれがそうよ、ほんまにその通りよ、元気で生きてくれてることが本当の奇跡ということで、結局だから生まれてきてくれたことが奇跡ってことやろ。いや、そう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 、誕生日の日ってそれを すごく感じるよね、うん、生まれてきてくれてありがとうみたいな、うん、まあ産んでくれてありがとうにもなるけど、私たちからするとね、そうね、親に対しては、七夕に誕生日ってすごいよな、うん、でもすごいね、結構さ忘れられへん、そうか、七夕もさ、やけどイベントごとに被る誕生日の人、うん、で、まあ、七夕とかあるかもしれないけど、例えばクリスマスとかさ、はい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 、あとはまあお正月とか、うん、そうなってくるとなんかこう逆にさ、うん、こう子供としてはちょっと残念な、いや分かる、プレゼントとかね、かまとめられるみたいな、うんうんうん、なんかある気すんねんな。確かに、うん、私の友達言ってました。あ、そう、うん、一緒なんだ、被ってる子がいて、うん、やだーって、あーやだ
じゃあこの50歳になるお父さんもあれなんかな、毎年お誕生日はチラシ寿司なんかな。チラシ寿司って7月1日、あ、違う、七夕、七夕じゃないっけ。チラシ寿司はひな祭りじゃないの。あ、うん、そうか、ひな祭り3月か、3月でしょ。じゃあ違うんか、七夕は笹、笹の葉サラサラや、うん、怖いやろ、笹は怖いやろ。笹は、笹くん、笹くん、パンダおる、ここパンダおる、パンダおる、笹の葉サラサラ。勝手に歌おうなんて、なんでいいよ、誰が歌って言うで。私が私が歌っていいと言いましたけど、パンダおるし、勝手に。ということで、ではラジオネームよりさん、ありがとうございました。ありがとうございました。テレフォンカード500円分プレゼントしたいと思います。俺にくれてた。おめでとう。はい、で次ありますか。じゃあ青行こうかな。はいはいはい。なリサブイン、リサブイン、私の奇跡体験。私小さい頃サンタさんいると思ってたんですよ。それでクリスマスの時絶対寝ずにサンタさん見るぞって思ってたら寝ちゃったんですよね、うん、そしたらなんか窓の外になんか茶色いのが浮いててトナカイやって思ったんですけど、今思うとあれ、うん、お化け怖、あー怖い。どっちにしろっていう、おるで、でもサンタさんって。まあサンタさんのことについては何も言えないです。サンタさん、うん、サンタさんどう思う？俺は信じとる派。おサンタさんは、うん、まあおるのはおる、うん、って思ってます。あ、おるっちゃおるやろ、うん、って信じてるよ。あ、わ、ワレンチには違うってこと？え、どういうこと？え、ワレンチにはおるそう、だからそのさ、日本郵便はさ、違うかもしれんってこと、うん、あ、これサンタ理論ぶちかましていくやつ。いや、知らん。サンタ討論。え、サンタもおるよ。サンタ、私あのサンタさん、なんかラストサンタさん年、はい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 、ぐらいに、まあ、サンタさんから写真見せられて、うん、なんかこれでいいみたいな、うん、でなんか寝てる間に枕元置いてあって、あ、サンタさんと会話したみたいな。ちゃんと写真見せてもらってみたいな。MAM? うん、まあまあ、うん、サンタさんみたいな。あ、じゃあ青家のサンタさんはマムやったんや。そう、なるほどなるほど。いいことなかったんか。サンタはおるよ。いや、俺絶対おる。俺一周回っても、うん、いや、あ、おらんねん、おらんねんけど。いや、おるって。いや、おらんねん。いや、おる、おるねんって。おらんねんけど。私だって、いや、ちゃうねん、おんねん。あ、じゃあ俺サンタエピソードあるわ、奇跡。あ、俺奇跡。うん、サンタおらんよ。いや、おんねん。おるって。いや、おる。スイスの方にさ、サンタの国みたいなあるやん。あるな、あるな、うん、ちゃんと行ったら、うん、サンタさんのなんかあの教習、あれただのおっさんや、多分。あれちゃう、あれちゃう。俺はあれはおらへん。じゃあ何、どの理論ぶちかます？サンタおんねん。どういうことよ。いや、おらんで、おらんねんけどおんねん。だからそれは分かったやつ、うん、おるよ。え、だってみんなプレゼントもらったことあるやん、サンタ。ある、あるある。あるサンタやん、それ。あー、なるほど、深いな。え、でも、うん、ガチでおると思う、ね、いや、俺もそっち。なんかガチのサンタだって。ガチのサンタ何、そのあの赤い服着てヒゲ生やして。あ、いや、違う違う、妖精サンタ。妖精サンタ、あー、ちゃうかった。だって、うん、私ほんまに君、うん、プレゼントが届いてるね。プレゼント、そう、届くよ。プレゼント、だからそのプレゼントはサンタからの贈り物やろ。そう。そう。いや、サンタオンリーだから。オンリーだから。オロロ。え、そのイメージしてるサンタどんな姿？透明。あー。あ、ちょっとちゃうな。え、でもオルくない？だってさ、欲しいものって言わんやん、大体。うん。秘めてるものやん。でも届くんよ。うん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 。オルって。でもあの赤い服着てヒゲみたいなやつおるやん、うん、それあれちょっとうさんくさいな、あれちょっとうさんくさい、あれおらんねん、おらんな、あれうさんくさいな。だサンタおんねん。へ、結構アメカジっぽいもん、サンタさん。あ、なんかデニムにシャツみたいな。あ、それ多分ちゃうな。あ、ちゃうんや、ちゃうな。どこまで続くの？ちょっと深いな、お腹なっともうだし。でもサンタさんになんかちっちゃい時に自転車をもらったんよ。ほうほうほう。家の中に置いてあって、うん、まあ、その時は起こされて、うん、あのマムに、うん、
自転車届いてんで言われて夜中3時にうわほんまやみたいな喜んでたけど、まああのちょっと、まあ、サンタさんとお話しする機会があって、あその時にあのどうやって自転車をその家の中にやったんですかって言ったら、まあ家族と一緒に階段登ってここでいいかって言って、でさすがにちょっと反応見たいから夜中3時にあの本当にあのまだ10代も行ってない子を起こしたって言ってたから、サンタおらんわやっぱりサンタおらんわ、なんかちょっと嫌だったな、現実やな、現実やった、すいませんサンタいませんでしたなんか嫌になってきましたね、まあ、みんなの中でもサンタはね、今回はちょっとあの未成年の方は聞かないでほしいこのラジオ、今これ終わってるから喋る前に言ってあげて、タイトルに入れておくわ、タイトルに入れておくわ、あの 夢を持つあの子供たちは聞かないように、そうやな、うん、そうやな、そうしよう、まあみんなの中でサンタはいるかもしれない、そう心の中にいたらいいやな、うん、ね、うん、でもサンタおらんからおるっておるって今の聞いておらんの絶対、うん、いやおるおらない、だって私これはこれまだ12月ぐらいのポスターぶりよ、あ多分止まらん、止まらんわサンタ、サンタジオン、じゃあ次行こう、終わりや、終わりにしよっとるやつ、うん、最後やこれもう最後、ありがとうございました、ありがとうございます、最後なんかもうええやつ持ってこよう思ったのになんか貸すわなかったもんな、いいですか、いいですよ、リナリナ、リナ部員、ありがとうございます。じゃあ文面とちょっとそのなんていうのな、メモみたいなんで、はい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 、ちょっと違うんで、ちょっとさっき文面の方、はい、イソメンクラブに出会えたことも奇跡ですと。おー、ありがとう。そうね。でエピソードは、うん、今から5、6年前の冬に、私のひいおじいちゃんが亡くなりました。はいはいはい、亡くなったのを知った日に夜空を見上げたら流れ星のようなものが見えました。すごくロマンチストな考えになるのですが、私はその流れ星がひいおじいちゃんから最後のエールのように感じました。今は辛いことあるけど流れ星を思い出して頑張ってます。すごい、すごい、これはいいよね、あるよね、素敵、うん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 、サンタとかどうでもいいぐらい、これもこれもほんまにええ話よくないよ、だってあのひいおじいちゃんもサンタになってた可能性があるから、あ、うん、あだからこのリナちゃんから撮ったらひいおじいちゃんはサンタやったかもしれんやちょっと遠いなでもかもしれない、一旦キャンセルしようかこれ代々先祖やからさ、うん、あまあでもそうやな、うん、でも実際になんかさ、なんてやろな、よくさ、まあ例えば別に表示者じゃなくても、うん、なんかこう大切な人が亡くなって、うんうん、亡くなってしまってで、うん、夢に出てくるとか、あ、はい、ある、ね、で夢でこうなんか、うん、なんていうの、なんか言ってくれるみたいな、うんうんうん、もっとお前勉強しろよみたいな、うん、なんかなんかちょっと活動ね、もっとお前勉強しろよ、あもっとお前勉強しろよ、ちゃんと飯食ってるかみたいな、ちゃんと飯食ってるか、その活動ね、ちゃんと運動しやみたいな、ちゃんと運動しやって、運動はね、って言われるみたいなのがカツカツ、ね、あったりすることもあるとみたいですね、うん、うんある、こういう経験、私ないない、はい、ありますか、出てきたことはあるけど、そのなんかしろよはないけど、ああ、なんかその夢に出てきて、そのもう夢に出てきてる家族とかも全員亡くなってることは知ってるけど喋ってるみたいなのがあった、うん、そこにおるみたいな、そういうことか、うん、結構だからそういう意味ではなんかロマンチストっていうよりかなんかそういう風にこう感じれることが素敵よね、うん、まあ確かに、うん、だってそうじゃなければな、うん、え、ありますかそういうの、俺こんな喋ってるけど俺あんまないね、ないや、でもだからこそこう素敵やなってグレタの中でこのツイートが引っかかったかもしれないですね、うん、でも俺あのあめっちゃ腹なってる、俺より腹減ってる、何も食ってなくて俺より腹減ってますよ、まあでもあの犬、うんうんうん、あ、嘘、犬の、あの、あ、犬犬が俺、ね、あの犬と昔暮らしてて、犬、うん、そういうこと、うん、ドッグじゃなかったの、あ、犬じゃない
犬と一緒に過ごしてて、うん、で、うん、その犬は旅立ったよね。うん、旅立った。うん、犬の世界に旅立って、でそこの後に夢で、ごめん、もうえ、あ、ごちゃごちゃやないか。やめようか、もうやめよう。やめよう。いや、みんな聞きたいと思う。俺の心の中に留めとこう。みんな聞きたいと思うから。犬？犬の話？うん、犬の話聞きたい。犬、夢には出てきたことある、そういう意味では。喋ってた？犬喋ったら怖いもん。なんやっけ、ムックやっけ。ムック。ムック。まるまる。そうそう。なあ、やっぱ。犬やろ。めちゃめちゃ、さすがに犬は喋ったら怖いって。いや、なんか夢の中では喋るとかあんのかなとか。いや、普通に夢で再会できたよっていう話ですよ。あ、なるほど、すごい。喋られたとかちゃうねん、そんな。久しぶりにちゃうねん。いや、頑張れよみたいな。やばいよ、元気にしとけ。ちょっとキモいわ。いくらなんで。まあ、そういうこともありますんで。そっかそっか、だから俺はまあそれはあのロマンチストというよりかは普通にちゃんとそう出会えた再会できた場所やなって思う、うん、ほうほうほう。だからその星を通して再会できたんじゃないですか、りなちゃんは。星を通して、お、素敵やもん。わ、お、落ちた落ちた、お、落ちたとか言ったら台無しやな。だいぶ、まあ僕はでもそう思います。うん、はい、そうね。でも素敵だと思う、すごく。うん、よき。なんでね、またそういうタイミングで、はい、別にあの星じゃなくても夢でもいいし、うんうんうん、出てきたら頑張って喋ってみてください。おじいちゃん喋れると思うんで。そうね、喋ると思う。犬と違うからね。犬はワンしか言えんから。まず心で通じ合えるんでね。そうですね、はい、それが犬なんで。犬もういいって、もういいわ。だるいな。もう犬いい。犬バイバイ、はい、僕の犬はこれ以上です。ああ、はい、犬のバイバイって今のタイミングで言ったらすっごいなんか冷たい言葉。犬はもうバイバイしてんねごめん、いや、やめてよ、なんかそういう意味で聞こえるじゃない。そういう意味で聞こえるかなと思って今言った後にうわっとなって、うん、いや、ほんまそういう意味じゃないですよ。うん、カットしんとこ。やばせー。あえてこの中でドク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 いきます。いやいや、そのタイミングが悪すぎたね、今。ワンワンにしようかな。カット割り、ドクドクじゃなくてワンワンにしよう。なんかほんまごめん。じゃあ最後エンディングいきます。はい、今のマジワンワン分からへん。いやいや怖いわ。はい、では、エンディングになりました。はい、はい、なりましたなりました。エンディングになってしまいました。皆さん今の気持ちは。いや、素敵な話があったから俺はもう、そうやな、うん、いいのはもう俺は出さっといてよ。今のタイミングではもう他もなんかいっぱいね、奇跡の体験皆様ツイートしてくれてるんですけれども、うん、ありがとうございます。なんか私たちのメンバーの中での奇跡の体験が少なすぎて、うん、自分の中でエピソード喋れないっていう。そう、なんかみんなすごいなんかいろいろ経験してはるから素敵やなって思いましたね。確かにね、うん、はい、ということで、今週のツイート皆様してくださってありがとうございました。ありがとうございます。次募集するのは何がいい、はい、みんなインドの話。ペット飼ってる子とかいるのかな。いるやろ。気になるかも。俺こないだあの犬のツイートしたんよ。はいはいはい、しましたね。犬と触れ合いたいって、うん、結構コメント来てたから、うん、もしかしたらあの飼ってるとか飼いたいって人もいるかもしれない。俺も飼いたい。あ、別に犬じゃなくてもいいよ。うん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 、猫でもいいし、うんうん、別に何でもいいね。金魚でもいい。あ、金魚でもいいよ、うん、ハムスターでもいいし、何でもいいよ。犬でもいいし、おとりでもいいやろ、うん、おとりバードバードあれやろ、あの赤線インコみたいな。そうそう、しゃべるやつ。かわいい。そう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 、ありがとうありがとう。だから全然そんなんでもいいんですけど。そういうなんか、そうそう、いいね。え、だから動物のエピソード。そうやね、どういうエピソードでもいい、うん、だから飼いたいとかでもいいんだけど。泣くで俺。確かにグレだ、泣きそう。ソロ会にします？ソロ会にします？ソロ会にしようよ。俺の動物？ムツゴロウみたいな。よし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 。ガチあり。ムツゴロラジオやで。もしかするとグレタン のソロラジオかもしれません。やば。なので、なんか動物のエピソード、もし誰か飼われてる方いらっしゃったら、うん、その、あの、多分愛してやまない自分の愛犬なのか、愛猫なのか、うんうん、写真とか、もしあれだったら、うわー、めっちゃいいな。見たいけど、動画とかも絶対可愛くない、動いてたら、まあ、ちょっとね、
一応家族の一員やと思うんで、うん、そこはまあ、出せる人だけど、ね、うんね、もしなんか自慢の私の犬ですとか、うん、可愛い犬です、うん、とかやったら全然見せてほしい、送れる子はね送ってほしいですね。あともし飼ってない子とかいたら、まあ飼いたい、あ、全然ペットでもいいし、うん、逆にそうやな、私苦手ですって言われたらそうかで終わってしまうから、でも気持ちは分かるから私。そうね、動物めちゃくちゃ苦手やったから昔、うん、最近はすごい可愛いと思うようになって、だからどうやったらこう可愛く思えるのか、はいはいはい、私は伝授していきましょうか。それは私伝えたい、伝えたい、伝えたい、私がどういう風な感情の変化やったかっていう、じゃあ俺それじゃ無理やわ、じゃあ俺も好きやわ私、いや、もうその次そろそろわ、じゃあ、え、それ伝えるか、2週にわたって動物園紹介する、やばいよ、なんやこれ、びっくりするよ、アイラブ動物園だ動物園クラブ、アイラブ呼ばなあかんこれということで、まあ、来週本当にそろかわかんないですけれども、動物のお話をさせていただくので、はい、よかったら皆様送ってください、よろしくお願いします、お願いします。ということで今週の放送部はここまでです。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみ。時刻は21時前となりました。